皆さんこんにちは、ちのです。今日は久しぶりの語り動画を撮っていきたいなと思います。私はワーホリをスペイン、バルセロナで1年間やってきて、今一時帰国中です。そして来年の1月から学生ビザを取ってバルセロナに1年間また戻る予定なんですけど、実際にスペインに1年間住んでみて、生活どんな感じっていうことを皆さんにシェアしていきたいなと思います。それでは最後まで見てみてください。Let's get started! はい。で、住んでみてどうって感じなんですけど、すごく楽しいです。日本に比べて自分がもう本当に自分自身で生きてるって感じがしてすごく楽しいので、だからまた一年間戻る予定なんですけど、楽しいです。で、 バルセロナの好きなところは天気がとってもいいです。まあ、ここ自分の部屋なんですけどすごい日差しが良くて、バルセロナもこんな感じで常に日差しが良くて、あの、太陽からエネルギーをもらってるっていう感じです,すごくね、ポカポカして暖かくて気持ちいいです。 まあ冬ももちろん寒くなるんですけどすごい凍えるぐらいとか雪が降るぐらい寒いとかじゃなくてあのー、太陽があるところは暑くて暖かくて日陰のとこは寒いみたいな感じでやっぱり太陽があると冬でも全然暖かいですなのですごくあのー、天気がすごくいいですそして私の家は特に家から 10分徒歩10分のところにビーチがあるのですごくねビーチ好きの私にはすごくたまらないところがバルセラナにはありますやっぱりシティからも全然30分の距離であのビーチに行けたりするのですごく楽しいです。 で、私は海鮮がとっても好きなので、あの、市中海に面しているバルセロナは、あの、海鮮もとっても美味しいです。だから生でも食べられるし、あの、グリルとかパエリアとかにしても本当に美味しいので、海鮮がすごく美味しいところが大好きです。 そして食文化といえばパエリアがあっちにはあるので私たち日本人にとってご飯お米ってすごく大切なカルチャーじゃないですかそれがスペインでも楽しめますパエリアとかリゾットとかすごく美味しいものをレストランで食べることができるしそしてスーパーマーケットにお米が売っているので自分で自炊するときにも全然お米文化に困らないのですごくまああっちでもすごく日本食を作りやすいお米をすごく作りやすいです だからそれはすごくあの日本人にとってすごい住みやすい国なのかなと思います。生活リズムに関してなんですけど、スペイン人って本当に1日スタートするのが遅いです。お昼ご飯もあの1時とか2時とかに食べるので、レストラン、普通のレストランは1時にオープンすることが多いです。私が働いてたレストランもそうでした。朝ごはんは朝は10時とか9時とかに起きて、 でその時朝ごはん食べてお昼は2時とか1時とかに食べてその後なんかおやつ食べてその後また6時ぐらいにおやつ食べてで9時に夕ご飯をちょっと軽食食べるみたいな感じで1日5回ぐらいスペイン人でご飯食べるんですねそれぐらいなんかスペイン人に生活リズムを合わせていったら大変なんだけどやっぱりお店とかオープンするのは日本と比べてあの時間が遅いのでそこは合わせるのはまあ大変な人は大変かもしれないです。私は全然モーーニンングパーソンじゃないの 開店時間が遅くて全然問題ないんですけどあのそこは結構違いがありましたそしてあのスーパーマーケットとかあのお店とかって毎週日曜日は休みなんですねあの日曜日と祝日はスーパーマーケットやっていないのでそれは最初とってもびっくりしましたこれは多分スペインじゃなくてヨーロッパの国ほとんどの国がそうなんですけどあの日曜日はみんな レストランとかで食べるしあのもう家から出ないで家,から家で食べる人っていうのがほとんどの人なのであの日曜日にスーパーマーケットとか何か働くっていう文化がないみたいなのでそこは最初合わせるのが大変でしたすごくカルチャーショックでしたあとあの私が一番好きなのが仕事に対する気持ちモチベーションがやっぱり日本と違うことです日本だと仕事ってすごく楽しくない やりたたくなななないススストレイイイメージマイナスなイメーージジマナしかなかったんですね私はだけどあのスペインで働いてみてあの仕事に行くことが楽しい仕事であの同僚と話すこととか一緒,に話す一緒に働くことがすごく楽しいし私はレストランで1年間働いたんですけどお客さんもすごいフレンドリーだからお客さんと一緒に話したりあのお客さんと友達になったりも結構したのであのそういうコミュニティ作りっていう面ではすごく楽しかったです。 日本ってお客様が神様っていう文化があるんですけど、あのー、その文化もあっちにはないし、同僚の中でも上司とか、 上司っていう、まあ、ボスっていうのはいるんだけど、あの、日本でいうボスに対してのリスペクトと、スペインでボスに対してのリスペクトっていうのがないので、あの、フラットな状態で先輩後輩も一緒に働けるから、あの、それはすごく働きやすいし、すごく楽しいです。先輩後輩の問題が全くないから、それは本当に、あの、ノーストレスでやってます。だから人間関係の問題が、まあ、少ないです。ないわけではないですよ。でも、少ないです。 私が日本で働いてた時はもう本当に休みの時も仕事のことを常に考えてすごいストレスだったんだけどあのあっちは休む時はちゃんと休んでリフレッシュしてそして働く時は集中して働くみたいな感じで休みの日は全然仕事のことを考えなくて全然 OK なのであのそれはすごく楽しいやりやすいですで逆に嫌なことなんですけどあのスペインの 郵便事情ってすごく悪いんですねであの私アメリカの友達がスペインの住所に1回荷物を送ってくれたことがあったんですけどなんでか届かなか届なったであの友達に聞いてみたらあの日本からあの何回かスペインに送ってもらったことがあるけど10回中1回 回届いいいたたらラッキーって思った方がいいよって言われて思方がよ言なんかそのぐらい海外からの荷物がスペインに全然届かないんですね。もう何が起きてるのって感じなんだけど、でもあのスペインから日本に荷物を2回送ったことあるんですけど、それはちゃんと届いてるのね。だからなんか何が問題なのか全然わかんないんだけど、とりあえずあの日本から何か欲しい時に送ってもらっても届かないっていうのがすごく問題なので、あの、それがなんかスペインに直してほしいなって思うことです。 あとはなんか市役所とかの書類関係、あと銀行の書類関係とか、皆さんもあの生活するには大切なことだと思うんですけど、あのそういうところに書類とか提出しに行くと、あの友達がその書類で、同じ書類で全く OK だったのに、私だったらダメとか、その時期によってと担当する人によって全く対応が違うんですね。だからそれは本当にどうにかしてほしいと思います。日本だとあのちゃんとマニュアルがあって、 この書類を出したらオッケーとか、あの人によってあの対応が変わることってないじゃないですか。だけど、スペインだとあのこの書類はこの人だとダメだけど、同じ書類を次の日に持ってったら違う人が対応して、それでオッケーみたいなことも全然あるのだから、それが本当にストレスでしたね。 であのスペイン人もすごく画が,が強いのであの言い返してくくんですよ。ダメなものはダメ。私がダメって言ったらダメっていうのがあるからあの私もね、いや私は友達にあの聞いてこれはこれとこれとこれで大丈夫でしたとかインターネットここを見てこう書いてありますよとかあのこう書いてあるのでこれを用意しましたみたいな感じで言い返すんだけど私がダメって言ったらダメっていうのがつるのであの私はじゃあ分かりました。じゃあ1時間後に来ますみたいな感じですごく自分も強くないといけない。あの あのそれでへこたれてないで「分かったじゃああんたじゃない人を出して」とか「あんたじゃないところにまた並び直す」とかなんかあの自分も強くないといけないからあのそこはすごくあのスペインでさらにあのガが強くなりました <laughs> でもそのぐらいあの自分が強く生きてないとスペインではやってけないぐらい本当にあっちの人は「が」が強くて本当にあのもう本当にイライラするぐらい「あのが」ガが強いです。<laughs> スペイン人の性格といえば画が強いだけではなくて本当にケチなんですね <laughs> 本当にケチなのであの初デートで男性がおごってくれるとかっていうのはあのあっちの文化では全くないですあの割り勘が当たり前 であのおごってくれたとしても私言われたのが次はあなたが払ってねって言われてもうそこぐらい気持ちよくおごってよって思うんだけどそういうおごる文化が全くない全くではないんだけどある人にあるんだけどまあほとんど純スペイン人はあのそういう文化がないみたいですまあもちろんおごってくれる人はおごってくれるんだけど割り勘が当たり前ですであの私レストランでびっくりしたことがあって あの、まあ、例えば、日本で言う、1000円のものを3人で割り勘するってなったら33、333.3333になるじゃないですか。だから、ま、1人が340円払って、他の人が330円払えば、それが1000円になるので、OK っていう感じで、結構みんなそれで払う人が割り勘するならあると思うんですけど、あの、スペイン人は333と334で払う人 が多いですでそれもまあケチっちゃケチだと思うんですけどもっとあの度が違うケチの人がいまして私びっくりしたのがあの303.33333の計算機の画面を見せられて「私これ払います」って言われて私「えー、みたいな「え払えなくない?」みたいな言ったんだけど「いや私これで払う」みたいな言われて。 あ分かったじゃあ333.33 33で打つので払ってくださいみたいないクレジットでやってえじゃあ他の人どうするのみんな333.3333 33 33で払ったらいつまで経っても終わんないですよって言ってあの1人が333.34を払ってくださいねって言ってもう本当にあの0.01のとこまで計算していて私はとってもびっくりしました本当にあの 全くの恥じらいなしのケチなので、あのあ、びっくりします。あっちも全然恥ずかしがってないので、あの、これでいいですかごめんなさい。あの、割り勘します。みたいな感じじゃなくて、あの、私はこれ払います。みたいな。もう、なんかもうそこは一人がなんか多く払えばいいじゃんとかって思っちゃうんだけど、それがやっぱりできない。なんかすごくね、ケチだなって思います。 で、私もっとケチな人に出会って、あの、スペイン人と何人かでご飯に行ったんですね。で、そしたらなんかあの、まあ、おつまみが出てくるじゃないですか。頼むじゃないですか。で、例えば日本で、まあ、4人の、みんな4人の人で食べます。で、唐揚げを頼んだら5つ出てきました。 そしたら、まあ、4人で食べてるからみんな1個ずつ食べてで誰かが2個食べるじゃないですかそしたらねその2個分を請求されるの私それにびっくりしちゃって「あのー、あなたから揚げ2個食べたからじゃあから揚げ500円5つで500円だからあなた200円払って」みたいなことを言われて「へー,へーみたいな。 食べていいよって言ったから食べたんだけど、そこは請求されんのね、みたいな思っちゃって、あ、わかったーって言って、あの、払ったんですけど、本当にびっくりするぐらいケチです。あとね、人のことを気にしない性格もあって、それはいい意味でも悪い意味でもあるんですけど、悪い意味では、まあ、日本人って誰かのことを、あの、見て、 なんか察するじゃないですか、相手の気持ちとかを。だから、この人ちょっと助けてほしいのかも困ってるかも、一言声かけようかなみたいな感じで日本人って、あの、助けを求めなくても助けてくれるじゃないですか。でも、スペインって、あの、人のこと気にしないので、自分が助けてほしい時に相手に助けてって言わないと一生助けてもらえないんですね。だから、それはまあ、 悪い感じ日本と比べると悪いかなって思うだから自分も助けてほしいときはあ相手に周りに助けて助けてって言わないと助けてもらえないで逆にそれを助けてこれが欲しいですとかって言うとみんな本当におせっかいぐらいにすごい助けてくれるから自分が思うこと欲しいものは相手に周りに言った方がいいなと思いますそして、まあ、いい意味の相手を気にしないっていうことではあのー 日本ってあの私二の腕太いからこのキャミソールとか着るとあの一時帰国の時にすごい露出して道を歩いてるとみんな冷ややかな目で見てくるんですねでそれがスペインでは全くないです本当に体型を気にせずあの自分の好きなものを着れるし自分のしたいメイクアップとかヘアとかできるのでそれがすごく楽しいですだからもう人の目を気にしないで自分の好きなようにできるのがすごくいいところだなって思います 最後なんですけど、あの、円安問題がすごく私の大変な問題なんですね。で、あのー、まあ、あっちでお金を稼いでると、生活する分には全然ユーロで支払えるので、問題はないんですけど、まあ、エクストラな、まあ、あ 他の出費例えば旅行に行きたい時とか、あと何か洋服買いたい時とか、その自分の給料で賄いきれないものを払う時は、やっぱり日本円を崩して払うことになるので、その時にやっぱり私があの2022年の9月にバルセロナ行ったんですけど、その時は高くて135円とかだったんですね、1ユーロ。だけど今もう160円近くなってるじゃないですか。だからもう本当に1年ですごく円安が進んでしまって、あの大変な問題となってます。 だからこれからスペインに行く人は最初ユーロ持ってない方は日本円で払わないといけないと思うんですけどそれは本当に最初のスタートアップとしてはすごく大変だなと思うんですけどまあ仕事を見つけちゃえばあっちでユーロで給料をも,もらってれば全然問題はないのでそこはあのまああんまり気にしなくてはいいところだと思うんですけどやっぱり今海外で生活するっていうところではあの日本円を。 しっかり貯めておかないと、すごくあの節約をしないといけなくなっちゃったり、あの、ヨーロッパ ってすごくあのスペインに行くとフランスとかあのポルトガイとかすごいいろんな国が近いんですねだからもうドイツとかもう2時間とかイ,イタリアとかもう2時間で飛行機行けちゃうのであの国内旅行をする感覚でいろんな国に行けるのでやっぱりスペインに行くってなったらヨーロッパのいろんな国も旅行したいじゃないですかだからそういう人はやっぱり日本円でしっかりお金をあの貯金して行くことをおすすめします はい。ということで、語り動画をしてみました。皆さんどうでしたかこれからもね、皆さん質問があれば、どんどん答えていきたいなと思いますので、質問あればコメントください。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。それでは、バイバーイ。